中高年の結婚情報あかね会です。あかね会、片目社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。今はね、65歳以上の人が4人に1人なんですけど、はい、もうすぐ3人に1人になりますね。で、1人でいらっしゃる方ってなんていうかな、寂しいですよね。そうですね、はい、例えばね、はい、どんなに美味しい、どんなにいい料理を食べて、一人で食べたらね、こんなのうまくもなんともないでしょ、はい、やっぱりそこにね、誰かがいるから一緒に食べて、あ、美味しいね、これなんどういうあれなんだろうね、いろいろ会話が弾みながら食べる、だから楽しんであって、こんな一人でこんなことで食べてたらね、それこそ暗くて面白くもなんともないですよ、はい、でもね、日本はね、やっぱりこうある程度の年齢いきますとね、恋人を探すとか再婚するとかのまだまだそのちょっと恥ずかしい思いがあって、で、まあ、そういうお世話ずっとあかね会はやってきたんですよね。そうですね、はい、お世話なんてそんな大それたもんじゃないんですよ、はい、私どもの会社がなければ出会うことはなかったっていう人たちを少なくして、それだけで、はい、でそれでこう、まあ、ハッピーになってくれたら嬉しいし、はい、でね、まあ、番組をずっとやってますから、番組の中でいろんな話をしてますけども、例えば一つの考え方だけど、健康のため、はい、だから、まあ、例えば、まあ、お子さんがいてお孫さんがいるような方でも、やっぱり長生きしたい、はい、認知症にもなってほしない、これも一つの考え方だけど、恋をするというのは一番いい？もう人生で一番楽しくて、一番ワクワクして、一番心が躍るのは恋する。それ以上のものないんですって、はい、それを体験することで、はい、この高齢化社会を楽しく生きていただきたい。そうですね、ですから我々はそのチャンスを作る、そこの会社なんです、はいはい、ひょっとしたらチャンスがここで生まれるかもしれないので寂しいなと思ったら、そうですね、一度お越しになってもいいんじゃないでしょうか。はい、あかね会です。